はいどうもこんにちは。今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございます。この動画では線描画を簡単に作り出すトラップコードの 3D ストロークの基本的な使い方をご紹介していきます。静止画や映像に多少のアニメーションを加えたいときはこの 3D ストロークを活用すると面白い映像ができますので早速試してみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。 まずは新規コンポジションを作成してここでは基本的なストロークの使い方を見ていきましょうまあアクションセーフをオンにしておいて後ろに配置する新規平面レイヤーを作成しておきましょう色はとりあえず真っ黒にしておきますそしたら今度はアニメーションをつけるために新規平面レイヤーを作り出して名前をストロークにしておきます はい。そうしたら早速このストロークには上のエフェクトのところから RG トラップコードの中にある 3D ストロークを適用してあげましょう。3D ストロークの使い方はとても簡単で、すでに用意されているプリセットから自動的に形を作り出すことができます。今回は練習として基本的なベーシックスクエアで四角形について見ていきましょう。 ちなみにこのセックネスでは線の太さなんかを調節することができますねいい塩梅と思う太さにしておきましょうまあ図形を調節してても仕方がないので早速これからアニメーションを作っていきますまずは1秒のところでアニメーションを開始していきたいので1秒のところに進んでおいてストロークのスタートとエンドのアニメーションをオンにしておきましょう そして時間軸を2秒のところまで進んでスタートの数字を上げていくとわかりますが四角い図形の線がある程度描画されるようなアニメーションが出来上がりますこの場合は時計回りに線が消えていくような感じですねただ私的には時計回りに線のストロークが出現していくようにしていきたいのでここで一旦アニメーションは全て削除してまた最初から設定をしていきたいと思います スタートとエンドの両方を0にしておくと全て消えていますのでここでエンドのアニメーションの方だけ0%から100%へと動かしていくことによって時計回りにストロークされるアニメーションが出来上がりますお次はこのストロークが出現していくのに追いかけていきながら時計回りに線が消えていくようなアニメーションをつけていきましょう ということで、線が半分の50%を出現したところで、スタートのアニメーションをオンにしておきましょう。そうしたら、その1秒先のところで、キーフレームを打っておいてから、スタートの数値は100%に設定しておくことによって、映像を再生してみるとわかるかと思いますが、半分の線が出現したところで、追いかけるように線が消えていきます。まあ、こんな感じで追いかけっこのアニメーションができちゃうというわけですね。 まあこれが基本的なアニメーションの作り方ですさあ続きましてこの下のところにある「テイパー」という部分を押すと「Enable」というのがありますのでこれにチェックを入れますと線の端を細くすることができますこういった感じで線のスタイルにも変化をつけると面白いですねもちろん色なんかもここで変えることができますので今回は赤とかにしてみましょうか さあ、こんな感じで四角形の基本形を作ったらですね、一番最初に使ったプリセットのところを見てみるんですけれども、今度はこのサークルカットアウトというのを選択してみます。はい、これで見てみるとわかるかもしれませんが、なんと歯車の形に線が動くようにアニメーションがかかっております。はい、一度アニメーションを作成すると、プリセットを変えるだけで同じ動きをつけることができるんですね。とても便利です。 このストロークのアニメーションに相性がとてもいいのがエフェクトのグローですね。これを適用することによって線を発光させることができます。こういったストロークのイラストアニメーションを映像に入れ込んでみると色々とバリエーションが増えそうなのでいいのではないかと思います。次に速度設定を見てみましょう。 まずはすべてを選択してから右クリックを押してそこから EasyEase を適用しておきますそしたらこのグラフを開いておいたらエンドがピンクそしてスタートがオレンジで表示されていますのでそれぞれのハンドルを動かしていって速度を変えることができます今回は線が一気にスッと表示されてから最後の方で一気にスッと消えていくようにアニメーションをかけていきましょう するとこんな感じで一気に歯車が表示されて一気に消えていきますさあここまでで基本編は終わりですそれでは次回はこの線描画のアニメーションを使って簡単なロゴアニメーションを作っていきましょうということで今回の動画は以上です 3D ストロークの応用編の動画を含め最新の動画はチャンネル登録をしてその隣のベルのマークを押しておくことで次回更新された時に早速お知らせが届くようになります また、感想や気づき、そしてリクエストなどがあれば、動画の下にあるコメント欄のところに気軽にコメントしておいてください。それではここまでご覧くださり、本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。